Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. すべての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で、先のゼネラルリソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも、両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル W. クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場はランバート地区付近の山中で、半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。乗員乗客の安否については、機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とユーピオが協力し、現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時、ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケープレイニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは、同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち、救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて、同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令は、まだ信じられない。これから自分も現地に向かい、代表の捜索指揮を取るつもりだ。墜落の原因についても一刻も早く究明したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。前回の事件によって、我々の意思はユーピオに限らずニューコムにも確かに届いたようだ。彼らは最新の高高度攻撃機を使った戦闘に打って出た。しかも我々の持つこれまでのエアロコフィンが自力でその高度まで到達できないこともすでに確認済みだ。そこで君には今回の作戦用に特殊機体を緊急に用意した。高高度までロケットを使って打ち上げられ、成層圏ギリギリから降下し、自分たちのテクノロジーに頼り、油断している彼らを上から叩いてほしい。私は基地を護衛、ヒースは下から彼らを襲撃し挟み撃ちにするつもりだ。これは確かにかつてないタイプの作戦ではある。しかしテクノロジーを売り物にするニューコムを本気で相手にする以上、これからはゼネラルでの常識など通用しない場面も増えるだろう。それは越えねばならない壁だ。君にはその力があると信じている。それにしても呆れた話だ。科学バカ連中も無茶するが、こっちも相当の無茶を考えたもんだな。俺たちはアストロノーツじゃないってことだよ。ま、下からの攻撃は俺に任せて、打ち上げ花火に乗ってくれ。それじゃ任せた。先の作戦に対しニューコムが報復攻撃を展開してきた。すでに先発隊が迎撃に向かったが、敵の高高度攻撃機を相手に苦戦を強いられている。そこで増援部隊として新たに用意した特殊機体で出撃、この高高度攻撃機を撃墜してもらいたい。高高度攻撃機から呼気が発射された。
これらに十分注意し、迎撃態勢を取れ。上を取られた。まずったか。なんとか逃げ切れ。キース作戦はあの上のやつを落とすことを優先する。分かったよ。いや落ちる。アップデートターゲット。どうやら自力で生き残らせてもらったようだな。みんなすまなかった。らしくないセリフだな、キース。これより帰還する。では着陸する。ランディング。ニューコムの迎撃に成功した。素早い作戦の遂行を評価する。今回は本当にご苦労だった。キースの一件だがな、あれはいい判断だった。ヤツもあれぐらいで死ぬような腕ではないしな。それにしても最近の君には驚かされる。ブラックバードにしてもよくぞ乗りこなした。これからも私の右腕として存分にその力を見せてくれ。期待している。では。